フランツクサーバー・ツィッペは、チェコの博物学者である。北ボヘミアのニーダー・ファルケナウで生まれた。1807年から1809年の、アイダ・プラハ大学で学び、プラハの工科大学のカール・アウグスト・ノイマンや、ヨハン・ヨーゼフ・シュタインマンの科学の授業を受けた。シュタインマンとは親しくなり、1819年にシュタインマンの女子となり、1822年から、 鉱物学と地質学を教えた。プラハ国立博物館の創立者カシュパル、マリア・シュテルンベルクと親しく、若い頃から鉱物の収集を行っていたツッペは、博物館の研究員となった。1819年からコレクションの分類を行った。1824年から1842年の間、博物館の好物部門の責任者となり、ボヘミアの産地を調査し、 膨大な鉱物標本を集めた。1833年からヨハン・ゴットフリート・ゾンマーと共にボヘミアの地形についての著書を表した。1847年にウィーンの科学アカデミーの会員となった。1850年からウィーン大学で鉱物学を教えた。鉱物、実平手に命名された。ありがとうございます。